やっていきます。スパロボ実況パート6ですね。ディオもお亡くなりになったということで、死者が増えるねこんな具合ですね。クワトロとディオシス死んでないけどな。死んではいない。艦には乗ってる。負傷してるってことで、そういう設定でいこう。エマチュイ、なんかに乗せよう。パイロット乗りの世界。エマチュイが、ビッグディアスはちょっと、クワトロなんで百式に乗ってんだよ、あんた。お亡くなりのくせに百式に乗るんじゃないよ。エマは百式でいいよね。ディオは乗せられない、乗せ替えられできないとして、ちょっとアーガマがね、アーガマっていうか、ユニット能力で見るとわかるんだけど、アーガマはね、あ、ユニット能力じゃない、パイロット能力で見ると、ブライトが、命中にこの限界反応を迎えてるんで、この限界反応を、アスペクト比が、ウィンドウに合わせるんだって、指定したんじゃない。違うな。アスペクト比が、4対3で。4対3じゃないと多分ね、おかしいことになる。なんで、アーガマの限界をまあ、2つぐらい上げたいかな。7000円。アーガマ無双したいわけじゃないんだな。まあ、せっかくなんでね、この辺あげとくか。金がない。この辺あげとくか。コアブーストも落ちたら嫌なんで、HP を上げとこう。この状況で、強化パーツ。なんかあるか。あ、リピアキットがある。これにしとこう。いきます。ほい、ヤクト動画。ギュネイ専用ヤクト動画。でいいの？あれ、あのかな。ギュネイ専用とは言わないのか。アレキサンドリアとザンジバルの予測効果地点を割り出しました。すごいよね。予測降下地点を割り出すって、もう降下してるっていう最中ってことだな。ザンジバルの方は南太平洋に降下するようです。アタリアあたり。アタリアあたり。ティターンズと、隼人小林。地球に住む連中、アースノイドを当てにするのかい。俺はスペースノイドをないがしろにする奴らを信用できないね。アースノイドの全てが悪とは限らない。30番地事件。30番地事件。ボードだって。ティターンズのバスクはな、反地球連邦運動が高まった30番地に毒ガスを注入したらしい。ひどいことをしやがる。そんな空気と水が何よりも大事な。コロニー、そんなまねは、まあ、コロニーって宇宙空間に浮いてるからさ、そういうところになんかこう、もう空気を奪うじゃないけども、毒ガスとか撒かれたら逃げ場ないし死ぬしかないよな。怖いよな。なんかそのそこからもう出られない空間というか、まあ飛行機とかもそうだけどさ、例えば飛行機の中にとか、飛行機とか潜水艦とかの中にいた時に、そこで毒ガスを置きなりブシューってなったらもう死ぬしかないよな。逃げられないから。そういう話だな。私はそこまでうぬぼれてはいない。ただ、人の確信を見届けたいだけだと。うるせえ。うるせえ。人の確信ってなんだよ。クワトロ対ディオ。ああ。二人。亡くなってる連中がピーチクパーチクと。テロリスト。ザンジバル多い。デラーズフリートとティターンズが手を組んで地球に降下したって話だな。まあ、こんなのんきになんか地球人同士で争っているけど、今まさに宇宙外からは宇宙怪獣が迫ってきているというのがアルファの世界観ということでいいのかな。そしたら手を取り合ってやっていくしかないよな。ティターンズだってデラーズフリートだってな、手を取り合ってやっていくしかねえよ。その辺が理解できたね。マクベシーマ中佐の話では。なんかマクベってシーマよりも、あれ、下のあれなの？階級なの？マクベってどこなの？マクベ大佐。シーマ中佐とか言ってたけど、マクベの方が上だった。極道地区での合流に遅れる。
あんな間の下の連中だ、待たせておけ。それよりも、うん、時間的に余裕ある。実力を久々に、7年前にゴリゴリだった連中が7年経ったらもうさすがにこの手のガイアとかさ、何歳かは知らんけどさ、何歳か知らんけど7年経ったら結構なお年じゃないの。30、35ぐらいじゃないの。刺し物よし、損失撃ね。歴戦の強者とはいえ、とはいえ7年経ったら42とかになるわけで、35とか。この声だともう40いってんじゃねえのって気がするよ。ふう。え、かけるの？実際問題。黒い3年生か。キュッキバイを狙っている。防御しろ。反撃してもいいんじゃよ。ジェットストリームアタック。まあね、3D しょぼいっちゃしょぼいんだけどさ、グラフィックが、 SD がね、しょぼいっちゃしょぼいんだけど、まあ見れるよね。まあまあ見れるよね。ジェットストリームアタックって何なのか実はよく分かってない。3人いっぺんに攻撃するっていう、そういうことでいいね。声がクリティカルで729しか持っていけないような程度の攻撃に大層な名前を。なんとか耐えられた。なんとか耐えていいのか。なんとか耐えていいのか。50も消費してあの程度の攻撃力、大したことはないということだ。攻めていこう。ここは攻めていこう。敵は大したことがない。精神コマンドがな、努力しかねえけえな。はい、お亡くなりだから戻って。あ、一応自爆できるな。自爆してもらおうか。おっと、マイクにちょっとノイズが、びっくりした人もいるかもしれない。自爆してもらおうか。いや、やめとこう。自爆したらお金がもったいないわ。よく考えたら。有利あんまり使わないようにしよう。主人公機だけはなくすわけにはいかん。あれ、移動できないんか。ちょっと引いた方がいいかもしれんな。移動できないということは、なんか我らネオジオン軍の地球侵攻作戦を妨げるのはやめろ。随分と早い。おお。速やかにアクシズに帰還して。ネオジオンをクワトロが率いたらいいんじゃないですかね。そしたらだいぶ平和になるんじゃないか。あ、攻めてこない。攻めてこない、あのドーム3体は。あと5分、守りきるだけでいい。よし、まずは小手調べにビームピストル。小手調べ、精神鉄しかない。
偵察しかない。偵察しかなくてどうやって戦うんだよ、あんた。どうやって戦うつもりなんだ。デスサイズはもうあれだね。あの、的としても使っちゃいけないよね。なくなってるつもりなら。うん。自爆させてみたかったけど。まあ聞いてる、聞かない中での聞いてる。聞かない、期待薄の中での聞いてる。ジャイアントバス。うん、あれ？ジェットストリームアタック全然効かんかったのに、ジャイアントバス随分効くな。2500持っていった？まあメタスもギリいけるか。まあ3000あるから、まあメタスもギリ耐えられるかなと思う。1000ぐらい食らう。もう3パ24。今の攻撃を3回繰り返してもちょっと倒せんか。ビュイン。おお、レコハの回避力。レコアあたりはたとえお亡くなりになってもいいんだけどな。多少お亡くなりになってもいいんだよ。努力。エマ注意を上げたい感もあるが。2700。集中がある。メガ粒子砲で。まあ、1000ぐらいかな。1000はいかんな。900。900ぐらい。大体。ちょいこっちちょいこっち。そう。どこにメガ粒子砲の砲台があるんだ、そのメガブースターには。メガブースターやねん。なんだっけ、コアブースター。お、1032いいじゃない。基本的に飛行機はあれだな。上の方に上がってよけるな。努力しかない、ないぜよりはこっちの方がいいか？集中。100%。うんうん。これで1000ぐらい食らわしたら、エマで努力かけてビームライフルで倒そう。うんうん。プランニングは完璧。強いな。強いな。その死ねとかね、子供の教育によろしくないですよ。努力。これでよし。ビームライフルがいいか、ビームサーベルがいいかな。ビームライフルだと 78%。ビームサーベルだと 75%。ビームサーベルの方が当たらん。なんでじゃ。どういう計算だったらビームサーベルの方が当たらないの？プラス40の補正があって。プラス30のビームライフルだから、十分あるはずなのに、ビームライフルの方がよく当たる。でもなんか射撃と格闘の数値が反映されてんのかな。なんだと、わからん。
いいでしょう。あ、セリフを読む、集中感はいいじゃない。 BGM 切り替えじゃなく固定にしよう、せっかくなんで。フォトンライフルを使う、使おう。努力しか持ってないから集中も使えないんだ。ほいで、おお、少し効いてる。これが1500ぐらい効いてくれるとね、だいぶ進みやすくなるんだけど。理想的な展開をしている。部屋が熱い、部屋が熱い。二体はそうだ、アーガマとデスタです。無視するね。防御反撃してみよう、せっかくなんで。防御反撃する、あ、そうだ、この取説があった。防御反撃とは、なんそう当たるんだ。遠慮してくれてるの。弱い。防御反撃、どこ見りゃいいんだろう。個別コマンド活用です。もうどんどん防御反撃をしてもいいよね、これなら。30しか効かないんだもん。防御反撃についての説明が、あ、主人公の主人公ごとの説明みたいなのが。僕を甘く見てるのか。ここで逃げるわけにはいかないから。ちょっとわかんないね。なんのまだまだ。まあでもわかるよね、防御反撃ってさ、防御反撃って防御して反撃するんだよ、要は。確定で一発もらっといて攻撃するっていうことになるわけだ。じゃあこの一発もらうのにどういう意味があるのかっていうことなんだけども、一発もらえばその分だけ気力が上がるから、気力が上がれば攻撃力も上がると。あ、もらっとく方が得だよね。気力が上がるから。気力が上がるから。ダメなんだ。あ、当たった当たった。敵の攻撃を防御してダメージを減らし、さらに反撃しましたら敵の命中率を 100% になりますっていうのが防御反撃。これ、便利だよね。特に防御の高いスーパーロボット系は非常にこれは有利じゃないかなって気がする。だって、必中剤かけとけばいいんだからね。必中かけてひたすら防御反撃しとけばいいんだから。これも防御反撃でいいんじゃない。防御反撃で多少攻撃をもらうぐらいの方がいいというか。まあ実際ガンダムとかね、硬いはずだからね、本当にね。しっかりグッとガードして、それで攻撃した方が、避けてから攻撃するよね。の機体のガードって何なんだって話。まあまあ聞いてるな。え、なんでザクのスチルムファーストが弱かったのかな。なんか特別に、それと復帰版より硬いってことはないのかな。ズドン。
囲まれた、囲まれた。あんまりビームライフがなくなってるのも、まあ全然たまに余裕あるか。確実に敵の攻撃は一発もらわない方がいいな、もらわない方がいいな。これはザクのスチームファーストではないので、あんまり食らうのは。宇宙なのにさ、足がどっしりどっしりしてるのがちょっとなんか違和感あるよな。足がどっしりしてるのが、地面に足がついてるようなその平坦さがさ、それが違和感あるわ。あと4分もある。戻そう。見えなかったのかな、歩くのに気づかなかった。でーねーねーねー、56% 当ててほしいけど、この野郎。お、今日はもう思った通りにことが運んでいる。これってスノードームなのかな、リックドームとかじゃなくて。リックドームじゃねえ、リックドームか。引きはせんよ。つまりこんなんドームってかっこよかったかなあ。リックドーム2に乗ってる。そんなのに乗っていいんですかね。スレッグはすごいな、 100% 出せるもんね、メガ粒子砲とかで。てっ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 て、こっちだってな。1000は食らわすんだっけ。うん、楽しませてもらえそうだな。これでヒュッケバインが当てて、ヘマ注意落とさせる。うえっ、せがここでここでスレッガーも、ここでスレッガーも、17%とかじゃなかったか。スレッガーの敵とかってやらん方がいいよな。 96% 当たったら死ぬわな。どうする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 。うーん、一応この信頼が使えるから神使うつもりだったけど、ちょっと状況が怪しくなってきましたね。まあでもどうしようもないか、どうしようもないな。チャクラムシューターを使って、チャクラムシューターを使ってすごく今悩んでる。93%、 2245%、 まあ当たっても死にはしないと。わあ、死な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 、ヒートサーベルだから死なない。ジャイアントバズの威力は高いんだけど、ヒートサーベルはそこまででもなかったと思う。僕だってやるときはやるんだ。チャクラムシューター発射。怖っ。もう一つ怖いのはこれでクリティカルでも出て一発で倒しちゃうのも嫌だよね。なんだこいつ。
ちょうどいい、ちょうどいいぐらい。これで終わりだ。ビュイン。お、切り払い。敵の動きが見える。いいね。じゃあここで落とす。90%。まあ97当たろう、97当たろう。これが当たるのつらいもん。喜びはしない、この程度で。俺たちここまでどう思う？レベル12で一番上にまで行ったけど、ロベルト死なしててもちょっとダメージ与えたいな。ダメかな。ダメだわな。そんなのはダメだわな。回復させて突っ込ませる。神竜が動けなくなっちゃってんのかな、気になるな。スツームファーストは威力がそんなに大したことがない。いや、ハンドグレネード投げてたのか。そら弱いわ、そら弱いわ。あえて神湯に突破口を作らせるためにここを打っておいて、まあこれでビームナイフで下は開くでしょう。でかっ、でかっ、そのバズがでかい。え、遠近法でってこと。甘い。スレッカーまでなくなるとか。死者が多いな。さすがに死者が多いのではないかという気がしてきた。ててサクサクいけよって思うだろう、動画的に。サクサクいけよって。まあでもそうだな、そんな急いでって足の裏が見えてる。そんなに急いでどうすんのっていうね。戦闘シーンもまったり楽しみながら行きましょう。まったりね、まったりゆったり、まったり。だってさ、別にその駒将棋みたいなもんじゃないけどさ。こいつどうするかな。将棋みたいなもんじゃないけどなって言おうとしたけど、まあ打っとくか。 40% 当たるめえ、正直当たる前 40% は。おお、いいダメージを。あれ、同じの打ってる。モーションがでも入りが違うというか、打ち方の入りが違うというか。ナイス。当たらん
当たらんよ。 40% ぐらい当たらんよ。いやでもスレッカーさんすごく使うつもりだったのにな。すごく使うつもりだったんだけどな。エマよりもいいから使うつもりだったんだけど、さすがにあんまりもうどうだろうな。まあ防御反撃がいけるか。スレイカーの方がエヴァよりも 射撃が良かったから使いたかったんだけどな。射撃がいいし反応とかが高かった。あ、違う、回避が高かったな。死なんだろ。おお、ハンドグレネード弱い。直撃か。もう30分超えてるな。いやー、スパロボ実況はちょっと考えなくちゃいけないところがあるな。もう30分超えてるっていう点については、まあ防御でいいや。別にロベルトを使っていくつもりはないので、使っていってはいけない気がする。というかまあこれで正解か。遅い。これも防御反撃でいい気がするな。 50% じゃな。つか防御反撃が便利すぎる。あまりにも便利すぎる。防御反撃が 100% の確率で当たるが、がってことだったら。やる。ね。けど。なら回避反撃もいいじゃないかって思ってるよ。それどういうことやねんってことだな。回避反撃。それ普通の回避やんっていうか。普通の回避する人いなくなるわ。防御反撃と防御の違いというか、防御側のメリットがあんまねえなと思ったけど、まあ防御側のメリットとしては一応回避することもあるってことか。防御しつつの回避もあり得るっていう、そういうことだな。こういうのはもう防御反撃した方がいいよね。防御反撃した方がいいよね。てれててん。こう暇な時にこのマウスで、ここポイントみたいなのやっていきゃ、いいかったりするんかもしれんけど、とっさに思いつかんな。せっかくこうやってマウスカーソルが画面上泳いでるんだから。さすがに結構効いたね。結構効いたね。当たれ。まあ、スパロボって回避して気力上がんないからね、防御 しまくった方がいいんだよね。回避しても気分は高まると思うけどな。実際ちょっと当たってからなんかパーツのどっかに不具合が出たりするよりは、回避して気力上がった方がいいと思うけどな。ザンジバルには構うなって言われてるけど、構っていいのかな。いやー、まだ状況は一向に。これでチャクラムシューターは使うよね。 93%まあしょうがないな。となると行くよ。チャクラムシューター発射。これがどれぐらい食らわすか今一応よくつかめてないんだよな。2072。このコイルが2000って分かってたら、別のやつで1000ぐらい食らわしたらちょうどよく。また切り払った、こいつ。悪いけど当たらないよ。やりますね。おお、
努力がはかどるわ。打ちたいけどな、打ちたいけどやめとこう。てててて、前に出るから。何何シールドないぞ、百式には。シールドある機体に乗せた方がいいのかな。シールド防御レベル3があるってことは、神ユム、まあ神ユムだ、レベルが低いからか。ちょっとル、倒させたいキャラがあんまりいなくなってきたな。倒させてあげたいキャラというか、これだと、あ、1体だけしか巻き込んでない。2体いけるな。2体いける。うまい黒ダメージ与えて、この2体にダメージ与えて。1500ぐらいかな、拡散バズーカのマップ兵器バージョンが。ってことを考えたら、まあ1500ぐらいまで削っておけば、ジャキン、おー、つばぜり合い、つばぜり合いは切り払いとは違うの。こいつにもちょっとダメージ与えて、ちょっとね、あくまでもちょっと。ビームピストルで落ちるか、いや落ちはしないな。1500ぐらい、1480。うおっ、まずいロベルトの HP こんなになかったっけ。当たるなよ、705しかないぞ。ナイス、ナイス。でこれでマップ兵器を使ってみるか。集中は使いどころかどうかちょっとよくわからんけど、宇宙 B なんだよな。念には念を入れておくのも悪くないか。念には念を、念には念を、念には念を入れずに行こう。お前は生きていてはいけないんだ。お前は生きていてはいけないんだ。うわ、聞かない。聞かない。作戦変更だな。思いのほか拡散バズーカの威力が低かった。もう宇宙だからか、宇宙 B だからか。
1200くらいしか効かないんだったらやっぱり削っとくべきだったな。失敗したか。あまり使いたくない手ではあったが、精神コマンドで回復させていこう。使いたくない手ではあった。まあ狙ってはこんでしょう。はい。回避回避。十数パーセントはある。防御してよかったな。防御してよかったな。これ弱かった。防御した方がよかった。ああ、まあ回避したなら OK。回避したなら OK。でれれれれれれれ。フォトンライフル。防御反撃フォトンライフルでいいかな。うん、まあその3体ならそんなもんかな。1500ぐらい。あ違う、チャクラムシューター使えば2000は食らわせるんだったっけ。僕だって行き過ぎじゃない？あれ？ん？なんであんなに今効かなかったんだ？え、なんでだ？ん？あれ？また勝手に。かもしくはゲルルグの防御力が高いか。これが倒せないとちょっと計算が狂っていきます。わからんな。今度はそれが300クラスし、いっぺんに片付けちゃいますか。ここで逃げるわけにはいかないから。さっきやたら効かんかったよね、ゲルググにフォトンライフルが。900ぐらいしか食らわんかったよな。あれ何だったんだ。こいつに、こいつだけ異常に防御力硬いと思うかな。今となっては直そう。1200と1300で別に変わるわけないし、盾使ってるの見えんかったし。バズーカランチャーいいな、いいな、使っていきたいな。
前に出るから。なんでさっきほんとフォトライフが全然効かなかったのかわかんないね。謎だね。謎のまま。追撃をするよりも撃った方がいいかな。これしよう。メインメガ粒子砲。射程内に捉えてる。撃っとこう。強いぞ。多分めちゃくちゃ強いぞ。モビルスーツ使ってるのがバカバカしくなるな。戦艦で当てていきゃいいじゃねえか。もう乗り込んでってガシガシ当てていきゃいいじゃねえか。もう段違いじゃないの。もうあーでもメインメガ粒子を空 B、宇宙 B だ。空 B、陸 B だ。しかも、消費家のでかいな。誰回復させていこう。ここだな。もうやることないね。やることないっていうかもうたわない。とてもじゃないけど間に合わない。高校で移動したってこうだもん。こうまでだもんね。しゃあなし。収集行こう。終わりーっていうことで、うわ47分。うっそだー。そんな俺ゆっくりやったか。50分動画か。そんなゆっくりやったかな。なんとか構造修正しろ。極東地区、日本近海です。やむをえ、極東地区へ。ティターンズ結成に反対した人と聞く。とはいえじゃない。とはいえなんかあの敵ターンズからしたら敵側だよね。連邦って地球側なんだからさ、地球の反対の人たちをさわざわざ招き入れて味方扱いするかどうかだよな。まあ敵対まではしないから同じ地球人だしな。お金があんまりない。ということで長かったね。50分近いね。パート6かなでした。ほな次のまた動画をまたやっていくのでよろしくっちょ。ほんなまた。